畜産副産物とは、家畜から食肉を生産した後に残る部位。日本畜産副産物協会では、次のように定義している。生体から枝肉を採取した残り、及び枝肉から除かれた骨が副産物であり、副産物から原品を除いたものが副生物である。副生物は、頭、骨、血液、脂肪、内臓などが該当する。また、副生物は、 過食造器類と非火食造器類に分類される。過食造器類については持つを参照。原皮生産量は2006年度に牛117万頭分、豚1529万頭分、副生物の生産量は2007年度の推計で牛4万7000トン、豚13万トンとなっている。原皮は各種比較製品に油脂はラードやヘッドとして食用にされるほか、石鹸や 飼料などの原料ともなる。油脂の絞りカスである肉粉や、タンパクは化成状で加工され、ペットフードや飼料、肥料の原料として利用される。鳥の羽毛も、フェザーミールとして、非飼料用タンパクとなる。牛の脳や脊柱をはじめとする特定危険部位は、牛海面上の濃傷の危険性があるため、焼却処分されている。その他にも、家の合板や道路、自動車のタイヤ、 医薬品等の原料として広範囲に利用されている。しかし、本来これらの製造には副産物は必要ではなく安価に流通しているために利用されている。ありがとうございます。